ウラル五族系民族。その大多数がマリエル共和国に居住しており、タタールスタン共和国やバシコルトスタン共和国にも多く住んでいる。かつてはチェレミス人とも呼称されていた。20世紀初頭のマリ人現在のマリ人は、ボルガガワサガンに居住するマキチマリ人ボルガガワウガンに居住するサンチマリ人バシコルトスタン共和国に、 居住する東部マリジンの3つに分類されている。2010年のロシアの国勢調査によると、54万7605人が自身をマリジンであると回答し、そのうち1万8515人が産地マリジン、5万6119人が東部マリジンであると自称している。マリジンのうち約60%が農村地帯に居住している。 人種は、ウドムルト人、コミニン、モルドビン人に近くコーカソイドに属するが、モンゴロイドの遺伝子である、ハプログループ N が40から50%見られる。マリ人は、伝統的に、農耕民族であり、主に小麦や蕎麦、ライムギ豆類、アマを作っている。マリ人は、伝統的に、人間と自然とが密接に繋がっていると考える、自然崇拝を行ってきた。 彼らの見解によると、自然は人間たちに不思議な力を及ぼし、神聖かつ強烈で人間が立ち入ることのできない領域に存在しているとされている。また、自然はその存在を犯さない限りは人間に対して絶対的な恩恵をもたらし続けてくれる存在だとも考えられている。彼らの信仰において、天界に住む神々の階級において、 最上位に置かれているのは大修ら神とされている。より下級の神には、火の神や風の神もいる。また、天界に住む神以外にも、地球に住んでいるとされている。半神半人も、信仰の対象としている。マリ人の間で、キリスト教は、ロシアのイヴァン四世による彼らの領域への征服が、完了した16世紀から、取り入れられるようになった。だが、 マリ人の間では、キリスト教はあまり一般的なものではなく、彼らの多くは無宗教もしくは紀元前のキリスト教の要素を色濃く受け継いでいる伝統宗教を信仰している。内ロシアシベリアムスリム人民自治区指導部によるソビエト連邦におけるムスリムの組織化がなされた後、マリ人の階層は民族問題人民委員部の講演によって組織化された。 その目的は、マリジンと他民族の結婚の推奨や、マリジンの階級意識を高めることにあるとされていたが、実際は、ソ連政府による穀物の摂取やマリジンの赤軍兵への徴用、ボリシェビキによる統制を容易にすることも含まれていた。ありがとうございます。